それに乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。知ればひとたまりもない。気をつけたまえよ。射撃までの速度や安定性が増している。そんなに見ないでほしいわ。こんな見なさそうな相手だな。大地の元にあがくがいい。はっ、いないから。フリーズランド、やれるぜ。オートバレルとやりづらい。仕方ねえ。シオ、頼めるか。俺の進化だ。どういうこと。やれるぞ。来たら使おう。バッテンテン。貴様の大罪、俺の闇を助ける。切り開く。はっ、炎症。を奪った極寒の地面よ。なんでこの後、私が絡めそう。私が奪うよ。頼りにしてるぜ。フラメシア、フラッティハリー、火の精霊術よ。勝利だ。ストライク、受け付け氷の闇の神よ。間に合わなかった。フラッティハリーの呼び戻す。レイダレット、これは外さないわ。任せたまえ。炎よ、火を奪い、これに引っ込め。どういうこと。レイダレット、これは何よ。精霊力全開、いっけー。切り物起こさないわ。当然クルミステップ。光の神、炎が風の精霊力エクセクス。まだまだ上を目指す。新しい武具か。
あの光っているやつは。なかなか手強そうな。いられない。ここのところ運がいいな。戦いが楽になるといいな。やるしか。はい。やらせない。受け取りで突っ込んでくるなんて。貴様の滞在。僕の刃は昇竜連歌だ。バラバラに行ってやる。昇竜と形状を妨害されたか。輝くのすごい再生の力となる昇竜昇竜生命の息吹我が子も昇竜連歌だ。昇竜と動きを封じるのもすまないできることをやっているだけ。あんたがここまで本当に良かったよ。切り開く致命傷になりかねる。それを防ぐのが私の役目です。打ち抜けやろうか。俺の進化だ。大地を元に刻まず必死だ。エアプレッシャーの技術を止めに来るぞ。死にに行けるぞ。呼び戻す。呼びでいいな。止める。私のことまとめて感じするわよ。あいつかないわ。ゲート前行け。ここまでだ。間に合わない。死の力だ。生命の息吹我が子も生まれ死の力だ。前行け。死は万全を切って損はあるまい。くれ光って大勝負。天天さこうとまたまた神の王よ。この感情は久々だ。倒れてくれ。俺だ。あり物を見つからず報いよう。俺の進化だ。スラーフェス勝利を味わうがいい。大地の鼓動イミレイティーエキスキュー。スラーフェス攻略戦交流連歌大会だろう。スラーフェスそこの味を任せろ。やれるぜ。輝く強い宇宙投影戦。
場ではないか。きつかったよね。新たな力が手に入ったな。
昇竜と打ち抜いてやろうか。この道に隣は出せ。こう飛ばれるとやりきった。確実についてる。なんか機嫌いいな。やるしかない。でも任せたまえ。マグナレイ。はい。昇竜と。これが炎の剣の力だ。通してもらおう。
全体の力の流れの要。あれ、ズーグルなのか。なんてデカさだ。万人と中枢を兼ねているのか。とにかくあれを倒せば精霊力の吸収を止めることができるんだな。どうやら違っていても戦うしかなさそうだ。油断するな。これもレナの技術の産物なのか。ガイアだ。いつものだか知らねえが、おとなしく仕上がれってんだ。気をつけたまえ。どんな能力を持っているかもわからん。わかってるって。そんなヘマするかよ。私に任せて。全国の彼方に無料の軍勢を呼ばん。大地を元に刻まして。まだよ。エアプレゼント。この前に。エアプレゼント。氷の槍を。フリーズランド。飲み込み。形状の螺旋を上げて。光よ。封じて。玉切れよ。ネガティブゲイト。ライトを受けている。こっちまた。このまま。大地を元に刻まって。この炎が来るわ。当たれ。ミ
相手を受け付けない。近づかれたら手も足も出ない。そうだ、私も変わらない。レッサーは見て、氷の槍を任せてくれ。フリーズダウト、リメル。お前、泣いてるのか。あんただって。聞こえた。私にも聞こえた。私もだ。声と言っていいかわからないが、確かに。あれはダナの精霊力だった。私たちが聞いたのその声。精霊力に意志があるっていうのか。わからない。でも覚えている、ビエゾと戦った時に起きたこと。修霊機から現れた炎の怪物のことか。そう、溢れ出た膨大な精霊力が怪物の形を成した。さっきまでこの場にはそれをはるかに上回る精霊力があった。精霊力がたくさん集まると実体や意志を持つというのか。かもしれないというだけよ。マスターコアには修霊機より多くの精霊力が収められているけど、
そんなことは起きていないし。だがマスターコアや修霊機にそれを抑える仕組みがあるとしたら筋が通るのではないか。確かに炎の怪物が現れたのはビエゾの修霊機が壊れた直後だった。さっきのズーグルにも同じ機能があったが、扱う力が大きすぎて抑えきれず、それをリンウェルが感じ取った。でもだったらなんで消えちまったんだ。精霊力はたくさんあったし、邪魔してたズーグルもいなくなったんだろ。おかしいじゃないか。ごもっともだ。仮説を進めるにしてももっと裏付けがいるな。それはそうと、大丈夫かねリンウェル。なんで私が最初にあの声を聞くことができたんだろう。リンウェル、もしも、もしもだよ、それが私の血のおかげだったら。あ、ごめん、変な話しちゃった。さあ早くここを出よう。本当にちゃんと止まったかどうか確かめないと。またあのグネグネの中を通らなきゃならねえのか。行きと違って下りな分楽よ。そっか。あなら筋肉痛は下りの方がなりやすいそうだ。マジ？さっきお前なんか言いかけなかったか。え？ああ、うん。別に話したくなきゃいいけどよ。うん、あのね。おう。ごめん、やっぱりいい。なんだよ、はっきりしねえな。うわあ！だ、わかったって、聞かねえよ。ダメ、ウルル。ごめん、まだうまく言えない。いや、別に構わないけどさ、あんまし抱え込みすぎんなよ。うん、ありがとう。こっちの番だ。ミリタリーカム、危ない。どういうこと。
絡めとる。炎よ変色、昇竜殺、変色行くわよ。昇竜殺インテリーこっちの番だ。ヘラプレスだけど昇竜殺ダイナプレスよ。アロリアオラブラゲやれるぞ。こっちこっち、ハンマー。新しい技を使ってたね。うん、我が家に古くから伝わる技で、その起源は8代目の。うんうん、文書でちょうだい。